ずメールが送れない私です。今日のテーマフリーなので喋ります。わかる、難しいよね。世の男性陣の皆さん、はい、日頃奥様には感謝してますか？してます。ちゃんと言葉にしてありがとう言ってますか？してます。奥様への対応はどうですか？対応は頑張ってます。あー、やってもらって当たり前みたいになってませんか？なってないと思う。本当に大丈夫？そう言われるともうちょっと考えさせていただけたら。老後大変なことになりますよ。いっちゃん笑い声が大きい。いっちゃんはいつも。しかも低くまでと。ほうほう。めっちゃあんまり低いよ。本物のボスが出てくる時の。そいつは俺らの中でも一番弱い方だ。大きいボスが出てくる時の。まさかのいっちゃんね。私、介護士ですが、ご夫婦揃って入居されている方もいます、うん、何十年も寄り添えるって素敵なことですが、世の男性陣の皆さん、今、もし奥様への感謝や思いやりを忘れていると老後、やられますよ。やられます。笑い具体的に分かってないの。まあ、最近あったエピソードね、はい、奥様、あんた最近女のとこ行ってるでしょ。知ってるんだから。施設内です。喧嘩が始まります。はい。その都度仲裁に入る私たちスタッフ、うん、奥様は過去のことまで蒸し返し旦那様を追い詰める。物にも当たる。あんたあの時もこんなだったよね。ねえ、私気づいてないと思った。知ってたよ全部。全部出さすよ。覚えてるよね、長女出産した時ね、あんたどんなだったかね。誰かと会ってたでしょ、後から聞いたよ。何？あんた覚えてないの、そんな大切なこと。奥様、あんた私たちの結婚記念日すら覚えてないでしょ。何月何日よ。何も言えず。あ、何か反論があるの。これは質問したまま負けです。でも毎日攻撃されています。あ、いや、優しくしてないからね。困っちゃったのかな。いろいろありますが、旦那若い時何かいろいろやらかしたんだなと、それが今自分へと返ってきてるのだ、うん、女の人は怖いです。ずっと目に持ちます。そうなの。忘れはしません。鍋は今ここで、そうなのよねって。昔、デイケア勤務してた時、旦那様をお家へ送迎。ただいま帰りましたと私、奥様座ったまま動かず首だけ向けて、怖っ、首だけこっち向くってことでしょ。もう帰ってきたのと、明らかにムスッとしてくれて。られるのも今のうちなのかしら。大体の人がね笑ってるけども、一回冷静に一回考えてみよう。合ってるか。笑ってる人、笑う権利ない人いるな。多分あの、あ、俺大丈夫かなってすぐ思った人は多分大丈夫だと思う。ちゃんと優しくしてる。今爆笑した男性の皆さん、ウケるけどこのメール。
って言ってるあなたの奥様は大丈夫かしらっていうのを一回冷静に考えて、大体こういう場合って当の本人には届かない場合が多いから、そういうことなのよ、気をつけようって思った人たちは多分常日頃からちゃんといろいろしてると思う。ケアだったりとか、私は大丈夫って思ってる人こそね、これはもう全男性が心に留めとかなきゃいけないね。あ、真夜中の桃色さん、ありがとう、ね、数組の家庭が救われました。数組ですね、うん、ありがとうございます。